完封負け。恐ろしく早い40敗。俺でなきゃ見逃しちゃうねわら。終わりだ。さすがに草。まず始まらんかった。負けるなら、完封の方がええなようやっとる。細川が打てなかったので、撤収打線。さすがに、1点くらい取れるだろって思って、見てた現地ファンが絶望してて草。こんな、やつ出す方が悪い2軍で、シーズン終了まで鍛えて、来年頑張れ。連続完封負け記録作ろう。9回4点差で、これだけ騒げるのすげえわ。うんちが、集まって何ができるん。やっぱヤクルトと中日じゃ格が違うわ。立浪裏でブチ切れて、そう。地味に1点取って負けるよりは、完封負けを願っていた中日ファンも多かったはず。4番の差で負けたな。ガチで、細川が打つか、打たんかだけの打線や。下手に点取るより良かった、完封記録もあるし。ゲーム差なし5位のヤクルトとも、めっちゃチーム力の差を感じるわ。サイス2が中日キラーすぎる、完封負け記録を更新するっていう、目標あるからな負けるなら、完封が一番いいまである。